はい、皆さん、こんにちは、のぺんです。マイコンビニやっていきますよ、いしょ。さあ、あれからまたレベルを上げました。今、現在、19レベル。で、コインが23万で、ルビーがなんと200。いやー、すごいな。あのね、毎日ログインすると、このようにギフトで、運営者からね、ルビーを支給してくれたりするんだよね。いらっしゃいませ。これがね、またまたすごいでかい。いらっしゃいませ。で、特に課金はしてないんだけど、いやー、なかなか。じゃあこのコインとルビーを元手にお店を改装しましょうか。じゃあまずはちょっとクエストをこなしましょうか。外部装飾か、やってないな、外部装飾は。じゃあデコで外部装飾をちょっとやりましょう。じゃあとりあえずこのあれかやしい、植木鉢を置いてみましょうか。じゃあこの辺に置いてみましょう。はい。でもう一個、そうだな、じゃあこの辺置いてみましょうか。はい。でこれでクエストが1個完了した。いらっしゃいませ。あ、3つも完了してる。はいはいはい。いらっしゃいませ。じゃあ経験値もらっていきましょう。はーい。もうすんごい経験値重要だからね。でまだまだ、はいはいはい、たくさんもらえるね。で他にはクエストは線型を設置するとか、内部装飾を1個設置。で、壁装飾を2個。いらっしゃいませ。店舗に食卓を1個設置か。いらっしゃいませ。食卓あるかな。インテリアだよね。で、テーブルかな。あ、食卓ありました。これか。じゃあ一回これを置いてみましょうか。はい。じゃあこっち。どの辺に置いた方がいいんだ。じゃあこの辺に置いてみましょうか。でも唐揚げの近くに置くのはちょっとまずいだろう。この辺に置いておきましょう。ってなるとこの辺のスペースが寂しいよね。で次は椅子だ。椅子はじゃあどれにしようか。じゃあモダンな椅子多いな。そうだな。じゃあこれちょっとな、お客さんに座わせるのはあれかなって思うんだけど、こっちはダイヤを消費するからこれでいいや。はい。でじゃあもう一個、はい、うん、これでいいでしょう。いらっしゃいませ。テーブルがない、どういうことだ。いらっしゃいませ。おめでとうございます。もしかして方向があるのかな。こう、あ、そうだね、方向があるのか。どっちでもいいでしょ、この椅子だったら。いらっしゃいませ。はい、クエスト完了。はい。いらっしゃいませ。おめでとうございます。で壁装飾を2個設置か。これでもまだ経験値が全然済まないな。じゃあそうだな、あとはで、そういえばこのテーマが全然進んでないな。マジか、えぐいわ。やっぱ陳列台を増やした方がいいのか。ちなみにラーメンは増やせるかな。あ、ラーメン増やせるね。じゃあラーメンの陳列台を増やしましょう。はい。いらっしゃいませ。おめでとうございます。で、テーマは進まないか。おめでとうございます。いらっしゃいませ。で、お金がなくなった。で、これで店舗を広げられないだろうか。あ、広げられるけどお金がないので、じゃあお金を作りましょう。いらっしゃいませ。おめでとうございます。来い。いらっしゃいませ。おめでとうございます。そうだな。いらっしゃいませ。おめでとうございます。思い切って50ルビーぐらいもらいましょうか。でこれで店舗を広げられる。はい、店舗拡張します。はい。でこっち側はごそって開いた。じゃあこっちを移していきましょう。はい。でやっぱこの辺のスペースがなんかちょっと寂しいから置きましょう。何か良さげな装飾を。そうだな、モダン系をやっぱ置きたいから、これ置いてみましょうか。こう、でもなんかここに置いたところでどうなんだろう。
まあ、一回置いてみましょうか。はい。でも置いたところでテーマは進まないな。ちなみにこのモダンカフェの扉をつけるとなんかあるかな。まあ、店の雰囲気には合うな。でルビーが40か。まあ、置いてみましょうか。はい。はい、ルビー40個使用します。あ、これでもテーマ進まないのか。いらっしゃいませ。テーマって何なんだろうな。わかんなくなってきちゃった。いらっしゃいませ。じゃあこうなったらまたルビーを追加しましょうか。いらっしゃいませ。ルビーどんだけいるんだ。うーん、これは苦しいな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。じゃあまた50ルビーほどいた変換しましょう。で、陳列台変えてみましょうか。じゃあまずは、お惣菜物を変えてみましょう。そうだな。じゃあこれに変えてみましょうか。で、これで取り替えると、テーマは進むかな。進まない。いらっしゃいませ。あー苦しい。いらっしゃいませ。マジか。まあとりあえず床を全部じゃあモダンブラックにしましょうか。はい。でスペース設置すると156,000。よし、いけ。いらっしゃいませ。わあ、テーマ進まねえ。いらっしゃいませ。なんだろうな。やばいな。バグってんのかな、わからん。まあこれでだいぶ人気は上がったことだろう。じゃあ次はインテリアの機械、これをそうだな、いいのに変えてみようか。じゃあこの社員レジにしましょうか。でこれをズズちゃんに使わせる。で次はでこれでコインを変えると。はい、コインじゃなくてレジを変える。はい。はい、オッケー。よし、じゃあこの状態で大会に参加しましょう。で、まだこのライバルに、ライバルとキス、もう一回やろう。じゃあ大会、参加しましょうか。で、ライバルと競い合うイベントがまだありますので、じゃあ、スタートしましょう。じゃあ大会開始。いらっしゃいませ。6000コインが目標。そうだな。じゃあおすすめは、何でもいない。いらっしゃいませ。じゃあ頑張って。グダグダになっちゃった。じゃあパーク返します。いらっしゃいませ。あ、お客さん休んでる。素晴らしい、素晴らしい。いらっしゃいませ。初めてだ。いらっしゃいませ。そうか、お客さんが休んでくれるのか。いらっしゃいませ。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お越しくださいませ。ありがとう。お越しくださいませ。で、クエストが何個か完了してる。はい。いらっしゃいませ。紹介していきましょう。頑張ってみんな。ありがとうございます。いらっしゃいませ。あ、すごいな、お客さん休んでくれるわ。いらっしゃいませ。お店で買ったものを食べてるわけな。じゃあこのテーブルもちょっとなんか移動させた方がいいのかな。いらっしゃいませ。できればここの方がいいんだよな。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。でクエストも完了してる。ありがとう。いらっしゃいませ。はいはいはい。またお越しください。なんか席を切ったようにクエストは進んでる。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。で、今、テーブルの方になんかお金があったから、とりあえず拾っといた。ありがとうございます。いいぞ、いいぞ。さあ、皆さん、買ってってくださいね。じゃあ、クエスト、はい。小池ちゃんをスカウトする。はいはいはい。そうだ、常連を呼ばなければ。じゃあ、まず、ルカちゃん、来なさい。たくさん買いなさい。ありがとうございました。よし。はい、ルカちゃん、来店しました。はい。で、これでは6000に届かないような気がするので、はい、レイコも召喚。で、小池ちゃんも召喚するも。はい。ありがとうございます。さあ、皆さん買ってってください。で、ポテチがなくなった。はい、レイコ。そして、小池ちゃん。袋にお入れいたしましょうか。はい、小池ちゃん。はい。いらっしゃいませ。で、急いで陳列。はい、メローナ。で、ポテチ。で今の時点で6,700円いってるね。とりあえずリノは駆逐した。じゃあリノ、そのリノちゃんと、じゃあ水木を呼びましょう。じゃあ次にりょうくんも、はい、ピアノケース持ってきなさい。
あ、休んでる。嬉しい。メロナー食ってる。ありがとうございました。いらっしゃいませ。はい、りょうくん。はい、ひらめき石。はい、ください。ありがとうございました。さあ、ラーメンが届きました。さあ、そして、メロナーが来ていたか。いらっしゃいませ。次は。いらっしゃいませ。おめでとうございます。はい、マネージャー来た。いらっしゃいませ。ただいま、売り上げが7166円。さあ、どうだどうだ、あと10秒。いらっしゃいませ。またお越しくださいませ。ありがとう、いらっしゃいませ。さあ、8000いきましたね。よし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 。いらっしゃいませ。で、これで。ありがとうございました。はい、大会終了しました。8000コイン、手に入れました。はい、報酬受領。で、リノを駆逐したことにより、ひらめき石35号をもらいました。そうだな、じゃあ、あー、それじゃなかった。あ、まあまあ、これでいいか。はい、コインもらいました。いらっしゃいませ。で、次は、めぐみか。この子は手強そうだな。ルビー35号か。ありがとうございます。じゃあ、商品も少し開発していきましょうか。じゃあ、まずは、そうだな。契約をまずしたいんだよな。またお越しください。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あ、できないのかな。あ、じゃあ、チョコボを契約しておこう。とりあえず。はい。よし、じゃあ、まずは、ラーメンを、開発しましょうか。ラーメン。はい、開発します。そして、新鮮もののおせち。これを開発しましょうか。さあ、じゃあ2回目の大会に挑戦していきましょう。しばらくやってたんですけど、このね、テーブルと椅子がすごい。で、今、テーブルが開きましたね。で、コインの引き出しが出ました。で、これをクリックすると、300コイン手に入るんですね。すごい。一気に300コイン。あ、で、こっちも、電子レンジ。じゃあ、大会参加しましょうか。で、今回戦うのはめぐみ。ルビーが35個手に入るけど、売り上げ8000はね、僕ではギリギリかな。よし、やってみましょう。はい、スタート。ありがとうございます。じゃあ、まずはパークを発動させます。はい。で、コインも、はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。じゃあ、レジ回します。で、スーパーバイザーの人来た。いらっしゃいませ。はい、ポテチ。いらっしゃいませ。はい、マネージャー、そして、はい、ポテチ。はい。で、常連呼ぼう。水木、来なさい。いらっしゃいませ。おめでとうございます。またお越しくださいませ。お越しくださいませ。もう少し後でルカちゃんやレイコだ。いらっしゃいませ。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん買っててください。あー、ゴミがある。またお越しください。みんな頑張って。いらっしゃいませ。だいぶね、インテリアを揃えたから人気度が上がってお金が貯まるようになってきた。いらっしゃいませ。いいぞいいぞ。いらっしゃいませ。おめでとうございます。さあ、もう少しもう少し。やっぱパークの時間長くしたいなって思うよな。あ、で、はい、コイン。椅子のコイン。で、これで400コイン貯まりましたね。素晴らしい。いらっしゃいませ。さあ、みんなどんどんこの休憩所を使ってください。いらっしゃいませ。はい。はいはい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。で、パークはもうすぐ終わるから、はい。いらっしゃいませ。レイコとルカの準備。そして、小池ちゃんも準備。はい。椅子とテーブル。素晴らしい。ありがとうございます。で、これでもう3290だね。お、で、もう今3500。いらっしゃいませ。おめでとうございます。で、こっからが勝負だよな。いらっしゃいませ。はい、スーパーバイザー。お越しくださいませ。はい、チェック。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。じゃあ次は常連さん呼びます。いらっしゃいませ。いらっしゃい。ありがとう。ルカちゃん。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、パーク終わりました。ありがとうございました。なかなか厳しい戦いだぜ。はい、たぬきラーメン。今サチラーメンがあれなんだよな。開発してるから注文ができない。ありがとうございました。ケース完了。はいはい。店舗に買い占め客がいる間 100% の陳列状態を作る。あ、でまたクエスト完了してる。今遊るところじゃない。じゃあ次はメイコちゃんも呼んで、じゃあジノちゃんも呼んどこう。いらっしゃいませ。で、小池ちゃんももうすぐ呼ぶ。はい、レイコ買ってって。いらっしゃいませ。はい、小池ちゃん。で、いらっしゃいませ。クリアしたクエスト、あ、ゴミがあった。ありがとうございました。黒
袋にお入れいたし、人気度600以上達成する。ああ、もうボロいよ。ありがとうございました。はい。ゴミとかない。ありがとうございました。で、今5000か。あと3000。ありがとうございました。だから届きそうで届かないな。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。サンドイッチがなくなった。あ、おせちを出そう。はい。よし、だいぶ、金が貯まった。多分、レイコが小池ちゃんが出してくれたのね。ありがとうございます。サンキュー。じゃあ、小池ちゃん。あれ、小池ちゃん、小池ちゃん呼んでなかったか。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。で、コーラ補充。で、こっちはポテチ補充。はい、小池ちゃん。で、テーブル。あ、もしかしてこれ、あ、8000超えました。楽勝じゃん。このテーブルと椅子のおかげだな。いらっしゃいませ。これほんと神。すごい。いらっしゃいませ。1万1000、あ、いったいったいった、すげえ。最高記録更新だね、私の。これでフレンド何位ぐらいいけるのかな。そして地域では何位ぐらい入るんだろうか。ありがとうございました。一応フレンドの中では私は、13位か。みんななかなかやるな。で、地方だとどこで、あー、椅子。いらっしゃいませ。はい、10、ありがとうございました。1万2000。10万とか、そこまで稼げないやん。いらっしゃいませ。でも、どうやったら10万まで稼ぐんだろうね。ありがとうございました。全国トップの人たちはもう、何百万と稼いでるから。はいはい。フレンド5人任しました。すごいな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ようやった。はい、獲得、ルビー、35。じゃあ、緑。ほう。あー、まあ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 、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。はい、オッケー。これで、フレンドの中で9位に躍り出たな。ちなみに、地方だと156位か。ちょっと上がった。ありがとうございました。で、次は小池ちゃんと戦うのね。まあ、1月だから、いけそうな気するけどね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よし、じゃあ、今回はここまでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よしあチャンネル登録、高評価お願いします。ゆめでした。さよならー。いらっしゃいませ。